開業当時の会津線には貨物購買用の B6 型機関車が配属された。昭和8年からは新しく出来上がったばかりの C12、 昭和11年には旅客用としてガソリン車キハ4万型と4万1000型が加わり、翌12年にはテンダー機関車 C56 がそれぞれ働いた。 C11 が配属されたのは昭和21年である。只見川に沿って山奥に伸びるこの鉄道会津線は、それ以来 C11 の一番似合った働き場所。